2018明治安田生命 J2 リーグ第26節アルビレックス新潟対ジェフユナイテッド千葉の一戦をお伝えします。17位新潟、16位千葉。新潟が勝ち点3を積み上げますとこの千葉を逆転することができます。一方の千葉もこの勝ち点3を積み上げると新潟との差を広げる、あるいは上に進むことができます。では両チームの予想フォーメーション、まずは新潟からです。ディフェンダー4人、ミッドフィルダー4人、フォワード2人、4-4-2のフォーメーションです。矢野と田中達也の2トップは4試合連続の先発のコンビです。続いて千葉の予想フォーメーションです。ディフェンダーが4人、ミッドフィルダーが3人、フォワードが3人、4-3-3という布陣です。イブスキを頂点にサイドから船山、田村、そしてそのすぐ後ろから茶島と工藤がゴールを伺うという布陣になってきます。ボールは千葉、抜けていった船山、ね、船山2対1、船山が右足振り抜いた、ナイスキーパー。船山がフリーで打ちましたが最後アレックス・ムラーリャ、今のはフリーで抜け出したこの船山です。スローインから始まった攻撃でした。そうですね、フリックから奥戸選手反応早かったですよね。乾、はい、大外開いて田村です。指宿はそのままボックスの中で待ちます。近寄っていく乾、田村が抜いていくニアサイド、低いボール合わせた、船山先制ゴール。千葉前半の7分、千葉がまずは一歩リードしました。一つ出ましたね、クロスからでしたね。やはり真ん中にね、指宿選手いるので、はい、まあ、少しね、原選手ですかね、コントロールミスしてしまいましたけど、このクリアが一つこぼれ球拾ったのが11番の船山でした。前半のこの時間帯との先制ゴール、新潟が抜け出す11番の田中達也、中には矢野貴章、矢野貴章先制ゴールからわずか1分、矢野貴章が追いつきました。今のシーンです、やはりこの裏へのスペースを果敢に狙っていったのはこの田中達也。そうですね、安田選手のボールも良かったですし、またこのボールに、ね、矢野選手もしっかり、ついて反応してますし、またこのラストパスの精度も高かったですし、矢野選手もしっかり決めましたね。高木が巻いてきました、ニアサイドヘディングシュート、ロドリゲス抑えました。今のは29番の渡辺大樹、右サイドの安田にボールが渡ります。逆サイドのふわりと上げてオフサイドはありませんでした。高木シュート、田中達也、もう一度ロドリゲス上げて、今度は矢野貴章、大チャンスでしたが千葉のゴールキーパーロドリゲス、いい対応でしたね、はい、タイミングよく抜け出した田中達也のその後ろ、豊島オフサイドポジションはなく、ニアサイドは田中ですが、そのファーサイドで矢野を狙ってきた、パスで上がった、加藤勝、ボール奪った、自分で自ら突破する、縦を狙うフリーになった右足の豊島、田中達也上げていく、矢野貴章スルーして、いや高木のシュート、波状攻撃になりましたがロドリゲスの正面でした。いい攻撃でしたけどね、はい、スミスになってボールを拾う、田村、左足のシュート決まった、勝ち越しゴール、田村13番よく決めましたね。これも新潟のパスミスから生まれたと。そうですね、このミスからですね、田村の左足ゴールネットを揺らしました。そしてここで試合終了のオフィスル、
大歓声の黄色の声援、千葉が勝利、アウェーで新潟を破り2ヶ月半ぶりの連勝です。3連敗からの2連勝、千葉逆襲の夏が始まりました。